はいどうも、トーストクチルドレンのつくもです。ということで、恋愛ロワイヤル体験版パート3ということで途中から始めていきたいと思います。ねえ花丸さん、マリって呼んで。気安く軽々しく親しく年頃に年頃に、だんだん要求がエスカレートしてない？ルンルン、待ってる、名前で呼ぶまで待ってるつもりだ。じゃあマリちゃん、ちゃん付けは幼馴染っぽくていいね。花丸ポイント高いよ。いいね、取り消したいな。なんでこの子までついてきてるんだろう。ところでさっきクラスの子に聞いたんだけど、ヒロ君は今朝女の子をナンパして遊んでポイって捨てたって噂は本当なの？ポイって捨てた、まあうん、まあポイって諦めたって感じですけどね。その噂どこで聞いたの？それ、しかもちゃっかりおひれまでついてるし、まぁ、ちょっといろいろ僕にも思うところがあってね。言ってる間に、生徒会室へと到着する。おいーっす。おいーっす。主人公は生徒会役員なのかな？ちょっと慣れない様子でマリちゃんも後からついてくる。中には一人、無表情だけどお人形さんのように整った容姿の美少女が、長机の中央に腰掛けていた。あれ、副会長だけですか？ええ、今のところは。張染会長の従者的なね、子でしたね。お人形さんみたい。そっちの見るからにアホそうなピンクは小町くんのお知り合い？ピンクはアホキャラってか。まあ、まあね、ちょっとアホそうっていうか、まあアホなんですけど、この子は。アホそうなピンク？そんな罵倒のされ方、生まれて初めてなんですけど。罵倒自体はよくされてるんだね。花丸マリです。漢字の花丸にひらがなのマリでマリです。マリマリマリっぽり確かに似たようなことは言いましたが、私をお下品なも扱いしないでください。では今日からあなたをマリモさんとお呼びしましょう。私はイオリアオ、副会長をやっています。どうだ、偉いでしょう。何なんですかこの人、おかしいです。どことは言いませんが頭がおかしいです。いやー、まあ両方おかしいんですよね、うん、全部口に出ちゃってない？はあ、普段は塩根様が座ってる会長席でふんぞり返ってるのしこ。一方の副会長はマリちゃんのことなど気にも留めず、何やら悦に、入っていた。ちょっと青、何をだらけているのかしら。シャキッと。全然シャキッと感はない。ゆったりとした動作で、椅子から立ち上がり、軽く佇まいを直す副会長。お帰りなさいませ、塩根様。うむ、苦しゅうない。しばらく空気だったマリちゃんが副会長の一礼に謎の返事をする。何この子。そう、私に聞かれましても。私はヒロ君の将来の恋人なのです。ピタッ。いきなり張り染め会長が持っていた書類を床に叩きつけた。あら、ごめんなさい。ちょっと手が滑って。一瞬すごい顔しましたしね。なんだあの人、おっぱい的やっぱ周りが思うぐらいに本当に大きいんですね。マリちゃん、今もっと他に気にすることなかったの？自分の胸に手を当ててよく考えてみようねって言ってますけど、この人おっぱいのデカさでナンパする相手選びましたからね。さすがに手を当てたら分かる程度にはある母乳なので、バカにしないでもらえますか。別に煽ってたわけじゃないんだけど。ところで、そこのインランピンク、どうしてこの生徒会の人たちはみんな私を髪の色でしか呼んでくれないんですか。私は花丸マリです。漢字の花丸にひらがなの。まさかその全く説明になっていない自己紹介毎回やるつもりなの？花丸さんね。ええー、覚えたわ。一生忘れないから魂にまで刻み込んだわ。末代までその名を語り継いであげようじゃないのもうすごいですねそれは。そこまで私の名前に感銘を受けてもらえるなんてたとえただのアホでもポジティブなのはいいことだと僕は思います。私は張染しおね、生徒会長よ。それで花丸さん、さっきのどういうことかしら。なんか修羅場っぽい BGM ですけど。さっきのとは、ほら、小町くんの将来のなんだったかしら。ああ、将来の恋人ですね。もうすでに友達以上恋人未満って感じですけど、
分と妄想たくましいのね。さすが髪がピンクなだけあるわ。一体ピンク髪にどんな恨みがあるんですか。妄想なんかじゃありません。だって私とヒロ君は将来を誓い合った仲なんですから、まあ、これに限ってはね、もしかしたら昔にちょっとそういうね誓いをしたのかもしれないですね。腕にギュッとしてくる仕草はとっても可愛いんだけど、いかんせん横乳のボリュームが。うるせえ、男なら女の子にギュッてされたら黙ってドギマギしてろ。きっとこの子はカルシウムが足りてないんじゃないだろうか。有鮫会長が壊れた機械みたいになってる。ちょっと湿気、塩根様に油を刺さないといけない。同じ処理の仕方してるっていう。え、会長さんはロボットなんですか。なるほど、だからあんなにおっぱいが大きいんですね。さては全部シリコン製なんですね。現実から目をそらしたらダメだよマリちゃん。シリコン注入チャキン。そんな気にするほど小さいわけじゃないのに、僕は大きい方が好きだけど。いや、だからでかくなろうとしてるんですよ。ちょっと、あれどういうことなの。ちょっと埃っぽい準備室で塩根様に詰められる。いや、私に聞かれましても。私の小町くんにいきなりあんな馴れ馴れしく、しかも将来の恋人ですって。小町くんは塩根様のものでもないと思いますが。まあ事実ですね、それは。小町くんも小町くんよ。今朝ナンパしてきてくれたばっかりなのに、どうしてこの私を差し置いて見知らぬ女とラブラブイチャイチャしてるのよ。もう私のことはどうでもよくなったっていうの。まあマリに限っては主人公はどうしようもないですけどね。あんまり大声出してひすると向こうに聞こえますよ。まあ確かに今朝のことがあった後だとショックかもですね。なんとなく同情しているふりをしとけばいいやと思って適当に言っておく。所詮小町くんにとって塩根様はその程度の女だったってことですね。はははすねてます。ねえねえ、すねてます。拳を握りしめて肩を震わす塩根様、煽るの超楽しいって。もうすごい従者ですね。とはいえあまりご機嫌斜めにすると後でマジめんどくさいので。ほら、そんな顔したらせっかくの美人が台無しですよ。フォローするのが遅かったのか、完全に拗ねてしまっていた。あ、これ良くないスイッチ入ったかも。こうなったら今度の今度こそ私のことしか眼中にないくらい惚れさせて、私しか愛せない体にしてやるわ。今のだけ聞いたら塩根様がとんでもない淫乱みたいに聞こえますけど大丈夫ですか。聞こえますね。そして最後にまた小町くんが言い寄ってきて泣いて謝るようだったら、仕方なくしょうがなく付き合ってあげてもいいんだからね。あら、完全に自分の世界に入っちゃってますねこれ。おーい、戻ってきてください。いけないいけない。とにかくこの私をコケにしたこと、老後まで後悔させてやるんだから。青、いつも通り協力なさい。ご自身の力でどうぞご勝手にやってください。冷たいですね。いつ見てもすごいなこの顔。さすがに驚きすぎでは。それでもあなた私の有鮫家のメイドなの。ご主人様がせっかく盛り上がってやる気になってるのに冷や水浴びせるようなこと言わないで、言わないで。うわー、両肩掴んで前後に激しく揺さぶらないでください。一度こうなってしまうと、ちょっとはわがままを聞かない限りは本当に塩のないだだっこで居続けるのだ、この大きい子供。それで小町くんをあの淫乱ピンクから奪い返すにはどうしたらいいと思う。結局丸投げですね。最初から私頼りですか。ちょっとはプライドとかないんですか。だって青は私の一部みたいなものじゃないの。いわば頭脳担当よ。実際私がいなかったらただ父がでかいだけのポンコツですものね塩根様。勉強はできるのにどうしてこんな。ただの体焼くっていう感じですかね。嘘泣きして悲壮感出しながらだったら私のこと好き放題にボロクソ言っていいわけじゃないのよ。はいはい、わかりましたよ。なるほどね。
今、下打ちした？してません。ひとまずはあの花丸とかいうピンク女のことを調べる必要がありますから、千代根様はニコニコしながら父アピールでもしておいてください。わかったわ。いやー、そこで納得するんですね。こうしてようやくご主人様を黙らせることに成功したのでした。いやー、この関係も面白いですよね。ニコニコ。奥から戻ってきた会長はやたらと体を左右に振りながらひたすらニコニコしたまま席に着いた。潤滑油たっぷり注入してもらったみたいだね、会長さん。なんだかいやらしい響きがする言い方だ。チッ、部活とかなんとかいろいろで遅れました。お前部活なんてやってないだろ。こいつが外でサボってたんで連れてくるのに時間かかりました。愛ちゃんと吉野里が一緒にやってくる。嘘つくのやめてください、陰キャ先輩。同じくサボってたくせに。陰キャ先輩。めちゃくちゃ笑うじゃないですか。そこ人のあだ名でツボってんじゃねえよ。っていうか、なんでお前がいるんだ、転校生。それはこっちのセリフです。あなた生徒会役員なんですか、陰キャのくせに。うるせえな。うちの学校部活か委員会入らないとダメなんだよ。二人とも仕方なく拾ってあげたんだから、むしろ感謝してほしいから。はいはい、感謝してますよ、副会長。まあここは問題児の吐き溜めみたいなもんすからね、うち含めて。まあ結構癖が強い人ばっかりですね。ニコニコ。ところでなんだあれは、やっぱり今朝のナンパのせいか。うちも見てましたよ先輩、うっかり会長なんてナンパするとは。なんてことしてかしてくれるんすか、どう責任を取ってくれるんすか。そんなに会長ナンパするとまずいことでもあるの。なぜか二人に詰められる僕、あんなにニコニコして機嫌のいい会長なんてめったに見られないというのに。おっぱいがプルンプルンしてる。私なんてちょっと揺れるくらいなのに。揺れはするんだね。そしてなんすかこのピンクは。説明がめんどくさいが、ヒロにご就寝の女だ。マジで勘弁してくださいよ先輩、彼女作らないの勝って煽ったのうちっすけど、いろいろ早漏すぎますって。君たちは一体何をそんなに怯えてるの。ほら噂をすれば。ほとんどのメンバーが揃った生徒会に遅れて最後の一名がやってくる。遅れてしまって申し訳ありません、皆さん。わあ、なんかもう雰囲気がね、ちょっとまたこのキャラが濃そうな子が来ましたね。礼儀正しく一礼してから入ってきたのは小町ののか、僕の妹。あ、妹なんですね。だがそれも最初だけで。早速だけど兄さん、ちょっとお話があるからお仕置き部屋じゃない、準備室の方へ。お仕置き部屋、今お仕置き部屋って言った？ねえ、お仕置き部屋って言ったよね今。ああねえ、うん、ね、はい。理由は定かではないが、何やらとんでもなくお怒りなののかから、ののか様から離れ、吉野の後ろに隠れる。おいこら、俺を盾にするんじゃねえ。話を聞いてくれののか、お前が一体何で怒ってるのか知らないが、僕は無実だ。ニコニコ。会長、兄さんにナンパされて随分とご機嫌そう。ええ、まあ全くもってご機嫌ではないけれど、あなたのお兄さんにナンパされたのは純然たる事実ね。お前誰だ、僕が会長をナンパしたことをののかに話したのは。言っておきますけど、うちじゃないっすよ。あんなたくさん人がいるとこで堂々とナンパしてたら、そりゃ噂にもなりますって。それもそっか。はあ、誰かと思えばののかちゃんだ。主人公軽いな。しかも不穏な空気の中ずっと黙っていたマリちゃんが急に声を上げてののかに抱きつく。何このピンクは、気安く私に触れないで通報する。ののかちゃん久しぶり、すっかり大きくなっちゃって、主におっぱいが、畜生。やっぱ気にしてるんですね、うん。だからこの情緒不安定な女は一体誰。兄さん早く答えて。僕の幼馴染らしい。そしてののかちゃんの幼馴染でもあるのです。本当に覚えてないんですか。じろーっと僕とマリちゃんの顔を交互に見るののか。兄さんともども偽りの記憶を植え付けようとしないで。あ、こういうのって妹は覚えてるパターンが多いんですけど。くそ、兄弟揃って覚えられていないわ。
私とは一体。私はちゃんと名前と顔を覚えていたというのに。私の名前はお前より先に兄さんが呼んだし、私と兄さんが兄弟なのは一目瞭然、世の断り一般常識。ぶっちゃけあんまり似てないっすけどね、先輩とののか。愛ちゃんは余計なこと言わないで。ニコニコ。ん？え、ちょっと待って、今幼なじみって言った？え、会長までどうしたんですか？一応マリちゃんとは幼馴染ってことになってますけど。マリちゃん！ああ、確かに会長は会長呼びですもんね。いきなり会長がとんでもない声を上げて発狂する。小町くん、下の名前でなおかつちゃん付けとは一体どういうことなのかしら。今すぐ説明してもらえる？よそのお家の女をちゃん付けで軽々しく呼んではいけないと普段からしつけてるよね、兄さん。どういうことなの？めちゃくちゃ怖いこの顔。妹のこの顔怖すぎないですか？なぜ農家まで愛ちゃんのことはちゃん付けしても怒らないのに。それとこれとは話が違う。そうよ、私なんて一度も下の名前で呼んでくれたことないくせに。ずるいわ、私もしおねちゃんって呼ばれてみたい。隊長の名前など一生呼ばなくていいけど、兄さんがちゃん付けしていいのは愛ちゃんだけです。そしてお前、今すぐ名前をピンクに改名して。あれ、兄さんはどこへ？全員マリのことをピンク呼ばわりしてくってるね。出してきてどうする？どうあがいても逃げ切れはしないだろうに。あの場でもみくちゃにされるよりは格好撃破の方がどうにかなるかなって思って。というか、なんであの生徒会の人たちは私を固くなにピンク呼ばわりするんですか？そんなにピンク髪が珍しいですか？珍獣ですか？なんでマリちゃんまでついてきてるの？いきなり修羅場と化した生徒会室からこっそり逃げ出してきたのだが、僕の隣にはいまだマリちゃんが我が物顔で、並んでいた。ところで、なぜ陰キャ君までいるんです？そりゃこっちのセリフなんだが、狂言癖転校生め、勝手についてきたくせに。女子に嫌われる速度世界一の吉典が早くもマリちゃんと険悪な分のムードを醸し出しつつあった。嫌われる速度世界一ってめちゃくちゃ不名誉ですね、その称号。人を虚言癖呼ばわりとは失敬ですね。私がいつ嘘をついたと言うんですか？ほう、じゃあヒロの幼馴染と言い張るんだから、家の場所くらい覚えてるよな。もちろん覚えてますよ、あっちです。めっちゃアバウトだけど一応合ってるね。適当言ってるだけだろ、どうせ。なんですかこの人、人を疑うだけで信じない悪魔のような暗さは。そんなんだからクラスの女子にパンツにカビ生えてそうとか言われるんですよ。言われてましたね。陰口を直接本人に伝えてくるのはやめろ。優勢かのように見えた吉典だったが、早くもクラスの女子と打ち解けていた陽キャマリちゃんに反撃を食らっていた。ただいま。おかえりなさい、花田。ご飯にする？お風呂にする？それとも、その先は付き合ってからの、お楽しみ。お前、今恥ずかしがったな。最低限の恥じらいはあるみたいで安心したぞ。まあ、ちょっと安心しましたね。私とヒロ君の愛の巣に不純物が。結局、家までついてきてしまったマリちゃん。とはいえ、無理に追い返すわけにもいかない。ヒロ、大丈夫なのか？家にまで開けてしまって。まあいざとなればマリちゃんくらいの女の子ならワンパンで沈められるから平気だよって考え方がやばいっすよね、主人公。ワンパンで沈められるってバトルじゃないんだから。私ワンパンで沈められちゃうの？女の子を殴ったらいけないんだよ。顔以外ならどこでもいいって前にののかが言ってたけどな。いくないよ、妹の言うことより幼馴染の言うことを信じて。顔以外ならいいってもう典型的なね、ドメスティックバイオレンスのね、典型的な例じゃないですか。あざがつかないから、あざが見えないからでしたっけ。大丈夫そうなら俺は帰るぞ。それから明日の約束覚えてるよな。すっぽかすとチアが切れるぞ。もちろん僕が忘れるわけないじゃないか。もう私のことは忘れてるくせに。
とか何ですか何ですか。男同士でコソコソと私も混ぜてください。こいつうるさいし帰るわ。せいぜい仲良くやれよ。こうしてマリちゃんと自宅に取り残されてしまった僕、とりあえず飲み物でも飲む。はい、私つぶつぶの入ってるオレンジジュースがいい。いや厚かましいな、人の家まで来て注文って。そんなピンポイントの注文に応えられるほどうちの冷蔵庫はバリエーション豊かではないよ。マリちゃんの無茶ぶりを聞き流しながらリビングの扉を開けると、いやいや、なんで AV が流れてるんですか。俺も行くあれ、まさか親父ですか。リビングで父さんが半裸でキショい声出しながら AV を見ていた。こういう時息子としてはどう対応したらいいのだろうか。ここまで選択肢来ましたね。スルーする、一声かけるということでね、こんなこと二度としたらダメですよ。こんなこと二度としないためにも、もう一回ちょっとねヒヤッとしてもらいましょう。一声かけます。キッチー、ひろたかか、人が気持ちよく射精寸前だってのに生意気にちゃちゃ入れてんじゃねえぞ。いやー、軽くスルーしてあげようとしたんだから逆ギレしないでくんない。全く触れられないのもきついかなと思って、こっちも気遣ってんだから。っていうかだな、俺はもうお前みたいな思春期のピュアピュアボーイじゃねえんだ。しこってるとこ見られたくらいじゃなんとも思わんわ、ボケ。父親舐めるんじゃねえぞ。いや度胸ありすぎでしょ全然。普通こうなります？舐められたくないなら子供、子持ちのくせにリビングで堂々 AV 見ないでよ。いや本当にこの通りですよ。これは AV じゃねえよ。今は亡き妻、つまりお前の母ちゃんとのハメ撮りだ。いやよっぽどダメでしょそれは。それでキッチー、たく学生ならもっとお外で遊んでこいよ。父親のプライバシー侵害するんじゃねえ。ゆったり思い出にも浸らせてくれないのか。とんだ親不孝な息子だなてめえは。そういうのは自分の部屋でこっそり済ましてよ。息子に当たり前のこと言わせないでくれない。なんだと、親父の俺に呼ばれるんじゃねえ。ついでに母ちゃんにも謝れ。いやてめえが謝れ。本当に母さんには父さんが謝った方がいいと思うんだけど、きっと天国でまた会った時にチコタマ怒られるよ。これは怒られますね。おう、マリちゃんお帰り。いいえ、知ってる？お父さんは知ってますね、覚えてますね、というか。え？笑顔で挨拶するマリちゃんと、それを平然と迎え入れる、まだ半裸のお父さん。じゃあ、私着替えてくるので。ヒロ君、覗いちゃダメだからね。そのまま奥の空いていた部屋へと入っていくマリちゃん。父さん、これどういうことなの？あ、言ってなかったか？マリちゃん今日からうちに住むことになってるから。うわ、すごい展開ですね。めっちゃ初耳。さすがの僕もこれには驚きを通り越して呆れるしかなかった。そんなことも聞いてねえのか。さては久しぶりの再会で柄にもなく女の子と距離感つかめないで嫌がるのか。青くせな、おい。余計なお世話だよ。だいたい父さんもマリちゃんの事情知ってるならちゃんと教えてよ。教えてやらねえ。ぶっ飛ばすぞこのクソじじじじゃねえクソ親父。出て喧嘩しちゃうね。制服の上着を脱いだまま脱いだマリちゃんが、仲裁に飛んでくる。ちゃんとヒロ君には思い出してもらいますから、おじさんはいろいろ内緒にしておいてください。はあ、なんだこの鳥頭、まさかマリちゃんのこと忘れてやがるのか。ガキの頃の話なんざどうせ大した話でもねえってのに。ちょっと、そこはもっと運命的な過去を匂わせて、私のヒロインとしての過去をどうのこうの。うるせえ、早漏の小娘の分際で俺に指図するとは生意気な。いや親父も親父でキャラ濃いですよね。もうどうでもいいんで早く服着てもらっていいですか。あんなでもさすがにそろそろきっついです。おっと、こりゃ湿気。いや服すごいな。わあ、服着るの早い。気にしていないのかと思ったが、そんなことはなかった。いくら自宅とはいえ本当に女の子の前で蛮行はやめていただきたい。ていうか父さん、締め切りはいいの？今日までじゃなかった？
実は人気漫画家郷小町である父さんは見ての通り締め切り前は情緒不安定になるんだ。もし毎日こうだったらさすがに僕もののかととっくに家出している。まあ毎日これだったらねさすがにって感じですけど。だから現実逃避に母さんでしこってたんだろうが、それくらい息子なら察してくれよ。もう現実逃避の仕方よ。つうわけで明日まで部屋から出てこねえから、マリちゃんとしっぽり楽しんでも一向に構わんぞ。な、もしするとしても妹がいるんで無理ですね。ああ私は一向に構わんのですが、将来を誓い合った仲とはいえさすがにそういうのはまだ。いや、ヒロ君のエッチ、もう頭がパンクしそうだ。ヒロ君、はい、ということで、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。